今回は、ウエンツ・エイジさんの結婚観について鑑定をしています。履歴一覧から呼び出します。2021年10月、中心性製剤年運欠陥は危険です。年運欠陥を被験は、 運のけじめのタイミングですので結婚の暗示もありますが結婚のきっかけになる出会いや出来事があると考えるべきだと思いますでは鑑定日を2022年2月に書いています2022年は 大運、第四年運、月中の3号開局で、中心性は変換となるところですが、大運通変が食人ですので、例外のところに書いてあるように、中心性は正管となります。2022年、中心性正観・年運欠陥は正在です。 年運結果運正在ですので、結婚の暗示があります。では、鑑定日を2024年に変えてみます。2024年2月、産後開局が解消されて、中心性は正在になります。 2024年2月、中心性性材、年運欠陥は性材です。またまた年運欠陥が性材となりました。つまり、2021年は年運欠陥は危険で、結婚のきっかけになる出会い、出来事があるということ。2022年、2024年は 年血管正在で結婚が成立する暗示が強いということになります。今回はここまでです。